コマンドルスキー諸島、コマンドルスキー諸島、コマンドル諸島は、ロシア連邦極東連邦管区に位置するカムチャツカ半島の東1 7 5トルに位置する諸島である。人口は少なく、木々も生えていない高涼とした風景が広がっている。全域が、ロシア連邦極東連邦管区、カムチャツカ地方に属する。アリューシャン列島の西の端に位置する諸島であり、 同列島中で唯一のロシア領、そして唯一アメリカ合衆国領外の諸島である。コマンドロスキー諸島は、ベーリング島1 5キロメートル、メイドヌイ島5キロメートルの主要2島と、15のさらに小さい島島、小島と岩礁からなる。そのうち、最も大きなものは、面積15ヘクタールのトポルコフ島、およびアリー岩礁である。この2島は、 諸島唯一の村落であるニコルスコエノ西3トルから1 3トルの間に位置している。この他に無名の岩礁が複数存在している。コマンドロスキー諸島は大部分がアメリカ合衆国アラスカ州に属するアリューシャン列島の西端に位置する諸島である。アメリカ合衆国領の同列島にや諸島に属するアッツ島が最も近い島であ。 アッツ島との距離は約3 3 3トルである。また、コマンドルスキー諸島とアッツ島との間を日付変更線が通っている。諸島は、終局した山々、溶岩大地、段々になった平地、標高の低い山々など、幾分異なった特徴を併せ持っている。この地質的起源は、太平洋プレートと北アメリカプレートの縁に太古に存在した火山にある。 諸島内の最高地点は、ベイリング島にあるシテラー山である。メイドヌイ島最高峰は、ステインゲラ山であり、標高は647メートル。気候は、比較的穏やかな海洋性気候である。定期的に繰り返される降雨、降雪が非常に多く、1年のうち2020日から240日は、降雨、降雪を記録する。零涼7つの間は、 悪名が知れ渡るほどの霧に覆われる。永住者が集中しているのは、ベーリング東北西の村ニコルスコエだけであり、2017年、現在の人口は688人である。人口は、ほぼ完全に、ロシア人とアレウト人からなる。そして、諸島部の大部分及び海洋に面した多くは、自然が残り、総面積3万6 4 8 8トルの、 コマンドスキーザパベドニックが占めている。経済は、主として漁業、キノコ採集、国立公園の管理、エコツーリズム、及び政府機関に基づいている。村には、学校、人工衛星基地、南に未舗装の滑走路、がある。コマンドルスキー諸島には、ニコルスコエ以外にも、以下の小集落、もしくは、人家の存在する、していた箇所がある。ただし、 前述のように、ニコルスコエ以外のこれらの場所に人は定住していない。ベイリング海の浅瀬や太平洋の流気による多様性、そして人為的影響から隔絶されていたことに、起因して、コマンドロスキー諸島は、多種多様な海洋哺乳類、比較的少数の陸生生物によって、特徴づけられていた。特に、多数の北オット星、約20万頭と、とど、 約五千頭が夏をコマンドルスキー諸島で過ごす。ここでは繁殖が行われることもあるが、繁殖とは関係ない場合もある。ラッコとゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシも多数生息している。特筆すべきこととして、ほとんどのアリューシャン列島でラッコは頭数を減らしているにもかかわらず、コマンドルスキー諸島においては、頭数は横ばいから微層している。 諸島を取り巻く海は重要な食物を提供しており、絶滅の危機にさらされている種を含む多種のクジラが越冬のために移動してくる。これらのクジラの種類としては、マッコウクジラ、シャチ、数種類の赤棒クジラか及びネズミイルカかのクジラ、ザトウクジラそして絶滅の危機に瀕している種、例えばセミクジラ、ナガスクジラが挙げられる。海生,生物と比較するとはるかに少数種の 陸生動物賞には、明確にこの地方特有の北極狐の二つの亜種が、含まれる。現在、比較的健全な状態であるが、過去には、毛皮として取引されるために、これらの狐の頭数は、明確に減少していた。トナカイ、ミンク、そしてラットを含む、他の陸生生物のほとんどは、人為的に諸島に入,入されたものである。100万羽を超える多種の海鳥が、 ほぼすべての沿岸の崖に膨大な数のコロニーを作っている。コマンドルスキー諸島で特によく見られる海鳥としては、フルマカモメやウミガラス、ハシブトウミガラス、ウミバト、ツノメドリ、エトピリカ、ウカ、カモメカ、ミツユビカモメ族が挙げられる。特にミツユビカモメ族の鳥には、特にこの地域固有の赤足三シミツユビカモメが含まれる。この鳥はコマンドルスキー諸島を含む、 周辺地域のみで繁殖が確認されている種である。カモメとシギカの海鳥も、ベイリング島の川の流域や、湖沼の傍らに多数生息している。一方で、メイドの伊藤においてはほとんど生息していない。コマンドルスキー諸島で映像、繁殖をする特徴を持つ渡り鳥としては、コケワタガモ、ムナグロ、コシジロアジサシといった種類が挙げられる。猛類については、貴重なオオ 白はやぶさが見られる。すべてまとめると、コマンドルスキー諸島においては180種を超える種類の鳥類がこれまでに確認されている。魚類の生物種については非常に豊富である。特に速度の速い魚群は海遊性のサケ類を主に構成されており、その中にはオショロコマ、マスノスケ、ベニザケ、ギンザケ、カラフトマスが含まれている。 ベイリング島はかつてステラー海牛の生息地としてのみ知られる土地であった。ステラー海牛はマナティに似た巨大な十言目の海生哺乳類である。体重は最大で4 0 0 0ラムを超えるほどであった。ステラー海牛は1741年に発見されてから乱獲によってわずか27年の間に絶滅に追い込まれた。ウカに属し、 巨大で戦うという本能を持たなかったメガネウも、ステラー海ーと同じ運命を辿ることになり、1850年代には、絶滅へと追い込まれた。コマンドルスキー諸島において、真に森林と呼べるものは存在しない。植物症としては、地類、全類、そして背の低い双本、Y 字と共に生育する、湿地性の植物群落が優先している。加えて、 非常に背の高いセリカの植物も一般的に見られる。その一方で、両生類や爬虫類はコマンドルスキー諸島には生息していない。コマンドルスキー諸島の名前は本諸島を発見したビトス・ベーリングの司令官から取られた。ベーリングは1741年のアラスカ探検からの帰路の途中、セイピョートル号を乗船中に ベーリング島を発見している。ベーリング島の島名もビトゥスベーリングから取られている。ベーリングはベーリング島に上陸した後、多くの乗組員と共に同島で没している。現在、ベーリングの墓には、控えめなモニュメントが建立されている。ベーリングの率いた戦乱に属する戦員のうち、およそ半数が冬を生き延びることに成功した。これは、 新発見されたステラー海牛を含む豊富な野生生物と博物学者であり、内海でもあったゲオルク・シュテラーの貢献も大きい物語。シュテラーは、解決病に苦しむ繊維に強制的に海藻を食べさせることで多くの命を救ったのである。そしてついには、イピョートル号の残骸から小さなボートを作り上げ、カムチャツカ半島へと帰還を果たしたのである。その際一行は、 高価なラッコの毛皮を持ち帰ってきた。このラッコの発見は、プロミシュリエンニキと呼ばれる毛皮乱獲に火をつける子になり、加えて、ロシアのアラスカ進出のきっかけともなった。ベイリング島周辺の海藻の根床こしか生息する場所のなかったステーラー海牛は1768年に狩り尽くされ、絶滅した。アレウト族、ウナンガンの人々が、 コマンドルスキー諸島に移住してきたのは1825年、諸島のことである。これは、ロベイ会社がアザラシ領の大化として与えられたものであり、アリューシャン列島の別の島から移住してきたのである。ほとんどのアレウト人たちは、アンドリアノフ諸島アトカ島からベーリング島へと移住し、少数ながらもニア諸島、アッツ島からメイドヌイ島へ移住した人々もあった。なお、 アトカジマもアッツ島も現在はアメリカが州国領である。この移住してきたアレウト族の人々の間で話されているメイドヌイアレウト語と呼ばれる混合言語はアレウト語をルーツとしつつロシア語の動詞の影響を受けたものである。この言語は名前の通りメイドヌイ島に居住していたアレウト族の人々の間で話されていた言語であり、現在和社はすべてベーリング島へ移住している。 今日では、コマンドルスキー諸島に居住する人々のうち3分の2がロシア人、3分の1がアレウト人である。1943年には、第二次世界大戦の戦闘の一つ、大日本帝国海軍とアメリカ海軍との海戦である、アッツ島沖海戦、コマンドルスキー諸島海戦が、コマンドルスキー諸島の南160キロメートルの、 公開上で勃発した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。